アミアンのノートルダム大聖堂はフランスの北部都市アミアンにあるカトリック教会の聖堂。アミアンにおける我らが貴婦人の大聖堂という意味。しばしばアミアン大聖堂と略称される。1981年ユネスコの世界遺産に登録された。完全なものとしてはフランスで最も高い大聖堂である。室内空間もフランスで最も大きく、 約20万立方メートルに及ぶ。振動のボールとは高さが42.30メートルあり、フランスで最も高いものである。この記念碑的大聖堂があるアミアンは、ピカルディの主要都市で、パリから100キロメートル以上北に行ったところにある、ソンムガー渓谷にある。内部プランこのゴシック様式の大聖堂の建築に、関しては、資料が不足している。 三次会の公文書保管書を破壊した1218年の火事と大聖堂そのものにダメージを与えた1258年の二度目の火事の結果と思われる。司教エブラールド・フィーが1220年に大聖堂の建設事業を開始し、ロベールド・リザルシュが1228年まで建築家を務め、トマド・コルモンが1258年までこれを引き継ぎ、 さらに彼の息子のルノード・コルモンが1288年まで建築家を務めた。コルビーの年代一期には大聖堂の完成は1266年だと記録されているが仕上げ作業はその後も続いた。13世紀末には大聖堂の建築に携わった建築家たちの名誉を称えるため迷路模様の敷石を 床に施す慣例があり、アミアン大聖堂では1288年に上記の建築家、建築主の肖像が刻まれた敷石が設置され、最終的な完成とされた。アミアン大聖堂には数多くの優れた装飾や彫像を見ることができ、その多くはこの大聖堂が捧げられた聖母マリアを中心に施されている。正面中央の戸口には最後の審判が描かれ、 その南側に聖母、マリアの戸口、北側には聖、フィルマンなどの聖人たちが描かれている戸口がある。ティンパヌムや不壁にも多くの彫像が見られ、バラ窓の下にはユダヤ王のギャラリーがある。大聖堂にはバプテスマのヨハネの頭部といわれるものも存在する。この聖遺物は第四回十字軍から帰還する際、コンスタンティノープルからワロンド・サルトンがもたらした。 夏の夜と新年に行われる、孫エリル・ミエールと呼ばれる音と光のショーでは、大聖堂のファサードを照らす。その際には、彫像が塗られたオリジナルの色を見ることができる。アミアンのシステムは、他に比べて細部が豊かであり、即座に人を引きつける魅力を持っている。1218年の火災後から工事が始まった際に、最初の建築家ローペルド・リュザルシュは、ファサードを含む、 教会堂全体の設計を行い、その結果1236年にはすでに外人とトランセプトの側廊が完成していた。そして、同建築家が内人の側廊、周波廊さらに礼拝室の工事に関与した可能性があり、内人とトランセプトのダイアーケードより、上の部分には様式上の変化が見られ、このことより、上部は同建築家の後継者、 トマド・コルモンとその息子であるレニョード・コルモンによるものだと断定されている。外人の側廊の最初の姿を考えるには、霊拝室を取り除かねばならないのだが、これらの礼拝室は外側に大きく突出した控え壁の間に存在し、これは1292年以降に加えられたものである。つまり、教会道の外観は過激なまでに変化している。 側廊の当初の窓は単純なトレーサリであったが、霊排出がない状態で側廊を内側から見ると完全に閉じ込められた印象を与えるものである。中央の新廊はとりわけ側廊から見ると現在のものよりずっと圧倒的である。外人に入ると高くて長い印象があり、同時にピアの列に目を奪われる。それぞれのピアの半分が次のピアに視覚的に重なるため、 まるで舞台の袖の並びのようであり、即労の存在は単に暗示されるだけのものとなってしまう。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。